これめっちゃいいじゃないですかっていうマウンテンパーカー買ったじゃないですか。それのもう一個行きました。ゴアテックスプロを使ってるんですよ。買わない方がいいと思いますよっていうところなんですけども、何なんかというとですね、はい、本日ですね、今季大注目のマウンテンパーカーアクレス EXP をとうとう購入しましたんでご紹介していきたいなと思います。ということで、先日ですね、こちらのサムネにもある通り、アクレスっていうデサントの、これめっちゃいいじゃないですかっていうマウンテンパーカー買ったじゃないですか。それがね、このボディが着てるこちらなんですけど、これの唯一の弱点って、ちょっと防水性とか透湿性、要は生地の性能がワークマンよりちょっと下なんですよね。それだけがいつで見れたけど、めちゃくちゃ見た目かっこいいじゃないですかっていう話じゃないですか。それのもう一個行きました。とうとうこのアクレスの EXP っていうのが何なんかっていうと、ゴアテックスモデル。しかもゴアテックス普通のやつない。ゴアテックスの最も最上級ランクのゴアテックスプロを使ってるんですよ。で、まずその話も今日はするんですけど、ゴアテックスプロも使って、これのもう上位バージョン、言うことないやんと思ったんですけど、届いた瞬間、あれ？っていう感じ。これちょっとアクレスじゃなくねっていう感じで、僕ちょっと意外な感じだったんですよ。だから全部が全部いいなっていう感じでもなかったんで、そのあたりも含めてね、まだ着用まではしないので見ていきたいなと思います。まずね、前回のおさらいということで、アクレス普通バージョン着ていきましょう。はいはい、これですよね。いかにもこの立体的な首元、めちゃくちゃかっこいいやんっていう話だと思うんですけど、これ意外とチャリンコとか乗ったりしたら、ここ寒くないんかなとかって思ったりしたんですけど、ここにドローコードキュッてあるから、これで締めちゃえば結構こう締まってくるんですね。だから意外といけたですよね。ただやっぱ性能がね、ちょっと蒸れたんですよっていうところもあったんですよ。それ、ゴアテックスプロ、これ解決してくれるでと思って買いましたんで、ちょっとまず着ていきましょう。まだ着てはないので、ただ逆に言うと、着てないのにもうデメリットあるんですよ。だからそういうところもまあ後々は喋っていくんですけど、まず着た感じもちょっと見ていきましょう。はいはいはい、なるほどなるほど、はい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 、はい、なるほどね。はい、だから普通に考えてもらったらね、このアクレスからアクレスの上位モデルになってるから、ドラゴンボールでいうところのドラゴンボール2からドラゴンボール3になってるわけなんですよ。ってことはドラゴンボールで考えたらめちゃくちゃ強くなるじゃないですか。もう魔人ブーなんかボコボコに倒したじゃないですか、ドラゴンボール3でロンゲンだった瞬間ね。あのレベルになるはずなのに、これに関してはなんか上位モデルっていうよりかは少しまた違うモデルっていう感じにやっぱり来ても思います。っていうのもなんでなんかっていうところもね、今から話はしていくんですけど、まずサイズ見てください。サイズが全く同じ、O サイズだったかな。そうですね、デサントの O っていうと日本サイズで言ったら XL っていう感じなんですけど、もともとデサント自体がそんなに大きいブランドじゃないので、まあ、普段と同じサイズ L やったら L でもいいし、ただもうちょっと中着たいよとか、中にスウェット着たいとかパーカー着たいっていう方は普段のワンサイズ上でも全然問題ないと思います。例えば袖が長いとかってなったりしても、こういうベルクロあるからベルクロで留めたりとかもできるし、まあ、そのあたりはこんな感じで着たかったらワンサイズ上、ジャストで着たいってなるんやったら、もうインナー僕はもう T シャツが着ませんっていう方であれば普段のサイズでいいかなと思います。では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 行きましょうか。これのステップアップして、お値段さっき言いますけども、こっちが 49,500円、 45,000円の消費税やったわけなんですね。これ11万円の消費税、12万1,000円になってるんですよ。ってことは単純に2倍以上してるわけなんですね。そりゃもう変わってるとかあるでって感じなんですけど、ただこれおすすめで向いてない人もいてますけどもね。これ何がいいのかっていうと、まずはね、このアクレス のいいとこ引き継いでるんですよ。まあもちろん上位モデルやからいいとこなんですけど、それは何なんかっていうと、この前のとこ のデュエルのジップありますよね。ここですよね。ここがメッシュになってるから、ちょっと蒸れ脱がしたいなっていう時はこのメッシュでもできるし、いやいや雨降ってきたからこんなとこから雨侵入してきるやないかいっていう時なんかはギュッて締めちゃって、もう完全の防水仕様にしたりすることもできるっていう、このデュエルのやつはもうアクレスの相変わらず。っていうかこれデサントの特徴やと思うんですけど、デュエルなんとかって言って特許取ってんのかちょっとどうかわからないんですけどね、これデサントらしい作りになってるんじゃないかなと思います。でそれ以外で言うと、このドローコードンとかね、よくマウンテンパーカーでここの紐ビヨーンってなってるのあるじゃないですか。あれビヨーンってされると綺麗めじゃなくなるでしょ。あのビヨーンめっちゃ気になんねんっていう人いけません？僕気になるんですよ。で、ね、そういうのが嫌な人、あ、これ今出てるのは僕のマイクの線なんで気にせず、こっちとか見てもらったら分かるんですけど、このようにビヨーンが出ないようになってるんですね。ビヨーンがこの中に収納されるようにここでしっかり止められてるんですよ。でそれがアクレスめっちゃ考えられてるやんと、これ大人 のアダルティーなマウンテンパーカーに仕上がってるやんと思ってて、でこっちもパッて見てみるじゃないですか。こっちもね、おいおいおいアダルティーやってるやんけって思うでしょ。だからこの辺なんかもしっかり引き継いでるんですけど、ちょっとちゃうとこもあるんですよ。それ何なんかっていうと、まずはね、ここの両脇のファスナー結構これでかいじゃないですか。デサントならではのでかさやと思うんですよね。これ何入れんねんっていう感じなんやけども、でかいんですけど、これはね EXP の場合は両方にジップがあるんですよ。要はダブルジップになってるんですね。なのでこの仕様って結構人によるんですよ。特に冬場のダウンジャケットってこの2パターン多いんですね。脇に対してこの2つ透けるの多いんやけど、これ人によったら、いやいやいらんいらん、この邪魔くさいからっていう、これ開けたか閉めたかわからなくなってくるからいらんねんっていう人もいてるんですけど、これが両サイドともダブルジップ仕様になってる。で身頃も合わせたら、身頃も脇も両方ともダブルジップで、ベンチレーションはどう？ベンチレーションは、あ、ベンチレーションもダブルジップですね。ここね。ただこのベンチレーションのダブルジップに関しては前回モデルもそうですね。前回のやつもダブルジップなんで、そこに関してはあんまり違いないんですけど、まあ、ここと
かって普段あんま使わへんじゃないですか。チャリンコ乗る人とかやったらここ開けたりするかもしれんけど、やっぱりここって結構使うんでね。スマホぶち込んだりとか、なんか奥さんに家の鍵持っとけって言われて持たされたり、ハンカチも持っとけって言ってハンカチ持たされたりしたら、ここ結構使うから、これなんかジップ開いてたんか、ま、閉まってんのか分からへんから、1個だけやったら上にあったら閉まってる、下にあったら開いてる、分かりやすいじゃないですか。でも2つあったら、これはパッて触った時に上はあるから、あ、まだ閉まってんねやと思って、次の場合、あ、下にあるからこれ開いてんのかと思ってキュッて開いたら、こっちが次開いてくるっていうね、ややこしい感じになってるんですよ。で、それ以外に違うっていうのが、このベルトのところですね、ベルクロのとこ、これがマジックテープの仕様になってますね。で、これに関しては大正解だと思います。絶対こっちの方がいい。っていうのも、前回これ使った時めっちゃ使いづらかったんですよ。なんで使いづらいかっていうと、取れるんですよ。ポロ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 取れてくるから、あ、結構使いづらいなっていう印象があって、もう止める場所って決まってるじゃないですか。こことここの穴に入れなきゃいけないよっていうのがあるから、カチッてつけるのも邪魔くさいし、外すのも邪魔くさいし、外れやすいしって感じだったけど、まあこういうのって別にベルクロやから、マジックテープやからどうで止めたってしっかり止まってるし、で、外す時もパッて取れるから、これ使いやすいじゃないですか。ほんで、やっぱりよう考えられてますわ。この辺はさすがデサントやなと思うけど、ここ普通でね、メルクロってね、ここにあの紐パチってここ縫製してパンってつけるだけになってるじゃないですか。じゃなくて、この中見てください。見えるかな。この中側にこうベルトついてて、このベルトをキュッて縮めてあげて止める仕組みになってるんですよ。で、ここまでちゃんと細部まで作り込まれてるっていうところが、やっぱりさすがあのデサントやなと思います。前のアクレス買った時もされたんですけどね、とにかくなんかデサントめちゃくちゃこういうデザインとかちゃんとしてるなってめっちゃ思うんですよ。で、僕がね、最大級に残念やなと思ったところは、切る前から分かったところね。まあ皆さんから見てたらそんな変わらへんのちゃうかなと思うかもしれないんですけど、ここの首の立体感ないんですよ。だから普通のマウンテンパーカーとあんま変わらん。ペターンってなろうと思ったらペターンってなるし、さっきのアクレスの方は締めとってもね、ここに綺麗に隙間できとったでしょ。で、このバーって立ってるでしょ。で、ちょっと一回来ますね。ほら、見てみてください。これ結構綺麗に立ってるの分かります？このアクレスの方、EXP じゃなくてね、EXILE のダンス事務所ちゃいますよ、EXP って。あ、もうこれ、ジャケットの話ね。これは綺麗にこう立ってるんやけど、ゴアテックスプロの方は立たないんですよ。で、なんで立たへんのかっていう、これまた理由もあるんですけどね。この生地と生地の間にね、こういうストレッチ芯地っていうのを入れるんですよ。で、それは何なんかっていうと、この芯を保つために、この中にね、こういう生地を入れたりとかして、この立つように、生地が立つようにっていう風に、まあ、外からは見えないんですけど、中にこういう芯地が入ったりするんですけど、このアクレスの方にはそれがあるんですよ。だから結構しっかりこうやって立ってるんですね。ただこのゴアテックスプロの方にはないんですよ。だからこうやったら別にペタンって寝ちゃうんですよね。で、え、なんでゴアテックスプロそんなことせえへんのって思うじゃないですか。いや、やってよ、それぐらいと思うんやけど、次の話なんですけど、ゴアテックスプロってどういうことなんかというと、ゴアテックスプロの最大の特徴っていうのは、軽くて、ゴアよりも性能が高いんですよ。蒸れないし、もう雨も入ってこないし、その精度がもう数値が高いんですね。公表はされてないんですけど、普通のゴアテックスでだいたい45,000mmの耐水圧って言われてるから、もうワークマンとかユニクロとかそんなもん全部比べ物にならん、ノーサイズとか全部比べ物にならんぐらい高いんですよ。で、それのゴアテックスプロってもう一個高いんですね。で、それがなんと軽くでできるっていうところがゴアテックスプロなんですよ。軽いのに数値が高いっていうところがゴアテックスプロになってるので、これですね、ここにプロって入ってますけども。で、このゴアテックスプロに関してはアークテリクスもベータ AR とかノースフェイスもなんかっていうジャケットがゴアテックスプロ使ってるやつあるんですけど、それに関してはいかに軽く作るかっていうことなんで、そういう芯地とかを中に入れちゃうと重くなっていくんですよね。だから余計なものはつけなくて、軽くて、もうどんな悪天候、どんな崖登ってようが何してようが快適に過ごせるように作られてるっていうのがこのゴアテックスプロなんですよ。だからこれ着てて雨が濡れてきましたってことはありえないし、そんなことはテストずっとされてるから、ゴアテックス社内の中で大雨降らされてる中こんなんして走ってる写真とか皆さん見たことあると思いますけども、そんなを何万回もクリアして出されてるゴアテックスのもう一個上のプロの話やから、まあ僕よくこういうゴアテックスの話を喋り出したらゴアテックス博士って言われますけども、ゴアテックスがそれが好きなんですね。ただ今世の中の流れ的にはゴアテックスなくそうねっていう流れもちょっと出てきたりしてるのもアパレル関係ではあったりするんですよ。その代わりのいろんな環境に防水素材とか出てきてるみたいな感じもあったりするんですけど、まあそれは一回話置いといて、そういうゴアテックスプロって何なのかというと、とにかく性能が高いのに軽いっていうところがこのジャケットなのから、そういう襟が立つとかっていう余計なことしていくとどんどん重たくなってくるじゃないですか。だからそれがね、これのジャケットのめちゃくちゃいいところでもあるんやけど、めちゃくちゃおすすめできないところでもあるんですよ。そこがね、まあ面白いなとは思うんですけど、まあそういったことの違いということになってます。で、ゴアテックスプロに関してはこういうシール刻印とかで必ずゴアテックスで右下のところにプロとかってなんか書いたりしてますので、こういうの見てもらったりしたら、多分ノースフェイスとかはもうちょっと分かりやすく書いてると思うんですけど、自分のジャケットゴアテックスプロなんや、ほんならチャリンコ乗ってようがバイク乗ってようが、もうそんな街中で過ごすぐらいやったら全然快適に過ごせる。なんか隣の友達暑いって言って、雨の時期、梅雨の時期汗かいてるけども、自分はめちゃくちゃ快適に過ごせる、ベンチレーションもあるしみたいな感じになったりするので、そういう違いがあったりするんですね。で、まあ、首元の違いって多分見てもらうのが一番分かりやすいかなと思うんですけども、皆さんから見てこっち側ですね、こっち側にはちゃんとワイヤー
みたいなのも入ってるんですよ。だからよりこう立つような感じになってるんですけど、ゴアテックスプロの方に関してはワイヤーはないので、これフードやるだけなんで、よくノースレスとかで言ったらクライムライトジャケットとか、パタゴニアで言ったらトレントシェル 3L ジャケットとか、他のノースレスで言ったらドットショットジャケットとか、まあ一般的なジャケットフードの形になってるので、そういうところがね大きく違うかなという風になってきます。そしてパターンに関してはもう一緒なんですよね。だからサイズ感とかはちょっと俺アクレス持ってるよと、アクレス持ってんねんけども、このゴアテックスモデルも欲しいなっていう方なんかはもう同じサイズ感で行ってもらって全然いいかなと思いますし、いや今着てるのちょっとちっちゃいねんっていう方はもう一個上げても全然いいかなと思いますので、サイズ感はねもうほぼほぼ同じやと思っていただいたらいいんちゃうかなと思います。でデメリットいきましょう。もうとにかく最大のデメリット、これがあの引っかかってる方は買わない方がいいと思いますよっていうところなんですけども、何なんかというとですね、名前が覚えづらいっていうね、アクレスなのかクレアスなのか分からへんということで、僕レビュー動画でも名前間違えておりましたけども、そういうところで名前が覚えづらいよっていうことはあるんですけど、まあそんなしょうもないこと言ってやんとね、何がデメリットなんかっていうと、多分この動画見ていただいてる方っていうのはこのアクレスっていうのがすごい形が良くて、まあ僕もずっと言ってるんですけど、形良くてパターンが最高収益的に出来上がってるっていうところなんですけど、その恩恵を受けれないんですね。首元のこのワイヤーであったり真珠が入ってないところで、普通のマウンテンパーカーっぽくなっちゃってるっていうところが、形が好きでアクレス欲しい、でしかもハイスペックモデルが欲しいっていう方なんかはちょっと待ってくださいと、形ちょっとちゃいますよっていうところなんで、買う前に一回ちょっととどまってもらってお店行って試着された方がいいと思います。あ、確かにタクソ言ってみたいに、この守られてる感がいいっていう人は絶対こっちアクレスのノーマルバージョンになるし、そのつもりやと思ってゴアテックスプロ来たら、あれなんか思ってんのとちゃうなっていうような感じになりますので、もう性能に関してはね、はっきり言ってね、悪いところなんか全くないんですよ。これ12万1000円のやつ買って性能悪いとかあるんやったら、そんなもんもうクレームだらけになるじゃないですか。もう全く性能としての使い勝手が悪いとかそういうのはもう全くないんですけども、あとはその形とかで気に入られてる方やったら次のおすすめでもいいよと思ったんですけど、ゴアテックスプロが欲しい人なんですよ、おすすめの人としてはね。でゴアテックスプロが欲しいんやったら、まあ別にこのデサントじゃなくても、さっきも言ったアークテリクスもあるし、で他にやったらノースウェイスもあったりするから、まあその中でいろんなブランドがある中でゴアテックスプロを選ぶっていうのが一番いいと思うんで、まあ、このジャケットのおすすめの人っていうのは、数あるゴアテックスプロの中からじゃあどれ選びますか、最終的にじゃあちょっとこういう感じでいきましょうっていうことでここに落ち着くと思うんです。でまあこのジャケットに関してはね、まあゴアテックスの3レイヤーっていうのを使ってるから、まあ表地、この黒の表地裏の、グレーの生地っていうところでガッチャンコして、間にゴアテックスぶち込んでるんですね。ゴアテックスプロっていう生地っていうか、まあメンブレンがねガチャンしつけられてるから、外から触ってもゴアテックスプロかどうかわからへんけども、その中にすごい性能の高いメンブレンが入ってるから、よく一般的なブランドである後ろからコーティングしただけですよってやつは、後ろからのコーティングがもうベロベロ剥がれてくるけど、まあ、そういうやつじゃないのでずっと長く着用できるっていうことで、まあ半永久的とまでは言わないですけども、破れたりしない限りは防水機能がずっと続くっていうジャケットになってるので、そういう性能が欲しい方とかなんかにはね非常にいいジャケットになるんかなとは思うんですけど、もうほんまに最初言ったみたいな感じで、てっきりドラゴンボール2から3やと思ってたりしたらちょっとまた違うんですよと。なんかドラゴンボール Z からドラゴンボール GT になったみたいな、あれちょっと違うねんな、ストーリーがちょっと違うんや、おじいちゃんな時の話なんやみたいな、悟空がおじいちゃんな時の話なんやってなったらちょっと話違うかったじゃないですか。あんな感じで、あ、 Z と GT とそれぐらい違うねんなと思っていただいたらね、いいんじゃないかなと思います。まあ、この後ね、このジャケット、それぞれもうちょっと細かいところまで比較した動画っていうのを今から作ろうと思ってますので、この喋った時に喋らんと忘れてるから、喋っていこうとは思ってるんですけど、まあ、最終的にね、どういう着地点にしようかなと思ってるんですけど、別にどっちが悪いっていうのはもう全くないので、あとはもうどっちが買いたいかっていう、どういう性能が欲しいのか、見た目が欲しいのかっていうところがもう最終答えと思いますので、そういうところで選んでいただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、おそらくね、今期のマウンテンパーカーで関したら、もう多分皆さんもね、持ってはる方も多いと思うんですけど、首折れたかぐらい、うなずいてはると思うんですね。めちゃくちゃこれ確かに形いいと思っていただいてると思いますので、まあ、そういうことでぜひデサントのところに行って試着してみてください。で店員さんとかにね、真珠がねとかね、ワイヤーがねとか言っても、店員さんそんなこと知らへんから、店員さんには僕どっちにやってますかとか、それぐらいの話で聞いといてもらえたらいいんじゃないかなということで、本日はですね、今期大注目のマウンテンパーカーのアクレス EXP を購入してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。